ジャイアンまた知らんキャラに2人目。マッチ。まあ、実はね、実は側が強気にダイヤグラムつけると五分って言うんですけど、今のところは、なんか、ミツル結構、事故って死んじゃうイメージがあるんで、事故ってっていうか、なんか、読み合いの割にリスクが合ってないかもしれないね。だが、追い詰めてれば何にも変わらん。ガン攻め決めていく。ダチエレンから、メーテを、こいつの男、あのタイミングでメーテを回してる。2D 重ねて、前転。さあ、しっかりしてますね、今。さあ、2B 耐久だが、逆切れ取ってから当てれる。カウンター先端、受け身取れる、これは。暴れまくり、中段当たって、突然に端っこを返して、もう一回メーテを、もう当然のように、逆切れ。からさあマハブフダイン裏でござる。さあジャイアン何も知らねえ。処刑されたよ。ああいう状況になるとさすがのミツルといった感じ。ああいうエンドゲームの性能非常に高いので。突然からジャンビー重ね A 暴れで潰していく。ジャンビー当然端っこ前転して逆切れマジか。さあ激しく攻めて守るときはしっかり守る。 A 連からからジャンビー当たってとことん投げが当たらないが DX からさあ何もなくてジャイアン結構苦しい展開カッとなってねじ込んで逆切れ当然ぶつける。デフラインが当たんないのでちょっとゲージ吐くだけ。裏からボコスカ特になし当然直下してたら反角メーテを振らすが触手に当たってたっぽい。おかげさまでターン取れず。ジャンビーターンさあゲージが1本あるので相当めんどくさい。知恵川逆切れじゃなくてボコスカ殺せるかこれ。ゲージがないのでさすがにちょっと無理か。ボコスカジメ当然熱波なんでマリンカリン出たなら得。フルダインガードしてボコスカ当たらず。さあ お互い体力少ない。どうするクードねじ込んできてタッチエーレン。勝ったのは略チーム略長倉チーム勝ちですね。じゃあ次の試合呼び出しいたします。ピクリさん、マサオさんいらっしゃいますか。マサオさんはいらっしゃる。つみきさん、つみきさんいらっしゃいますね。じゃあじゃんけんの方お願いします。じゃんけん。まあそういう時もあるよね。あ、じゃあまあ筐体お任せします。はい。ペルソナ4ジ・アルティメットインってことで、あっちの筐体じゃ松山 VS モヘがやってますね。ここは夢と現実、こっちはあ、まあ2回戦から一大進行にしようかなと思ってるんで、なんか思ったより早く終わりすぎるこれだと、うん、一大進行だとさすがに遅かったけど見なら早いな。山田ロン。さて、じゃあチームメイトの試合見ていきましょう。さあ、マサオミツル対するはつみきさんの感じ。さあ、マサオは最近ミツルにユッコからミツルにキャラ替えして、さあだいぶ結果残せてる感があるんですが、割と最本人は飽きたと言っている。まあ感じ的には相当悲鳴を上げる組み合わせしっかりしてる。こういうところクードからブフーラーもう一回コンビで締めてこうしゃがみくらい確認もしっかりしてる。残念。さあしっかり完全当てて、でもこの後どうするの。投げれない。見てから消耗されて中乱れ打ち股間からさあ耐久投げまだまだあるぞ。ここから電撃対空投げ当たらず手出しちゃった。ちょっと待ってからコマ投げでも死ぬレベルだが、最後に根性で勝っているのはマサオ側。ミツル側としてもね全然上等手段なんで、そこは手出したくなるか空中でしっかり叩くかのどっちか。
足払い缶詰駒投げ通らんがマリンカリン巻いて画面端さあ相当きついが電撃ビリビリ押し切れて駒投げ当たる。あれ勝ってますね。あまあじゃあもうこっからどっち勝ったどっち勝った、ね、どっち勝った王国肉まん長谷川勝ち、はい、さあじゃあこっちはジャンビカウンターしてさあ一気に攻めたい。 B バスターは止められず端っこ駒投げさあシニア戦が EX バスターさあ体力的にはほぼ五分ゲージ的には感じ有利ダイブがバックステに当たる。 EX からのバスター死ぬ。さあ火力ありますね。休止せずさあ勝ったのは勝ったのじゃねえよごめんなさい。2ラウンド目取り返す積みつかんじさあジャンシーこれはやんのかこらちょっと困るのか違う波動 B が出なくてザーってなぜダイブ当たる。と言いつつもあの技結構当たっちゃうんですよね。さあ逆切りで切り返し右側結構面倒くさくなってきた。さあ前に出ないといけないのに当然見てから電撃さあしっかりしてるこの辺とこ全部読み勝つだがまだまだあるぞ電撃 B クードなら安い方か全然安くないねこれ死にますね。だがブフライン出ないまだある逆切れ何を入力したのかわからんが死んでしまったあ最後は意地で通してマサオが勝つよいしょビッグマンさんペルソナ4ジはいようこそベルベット。はいここは夢マス山さんに負けました。精神と物質の恥ずかり花村一で、まあ、これは花村含有利な組み合わせではあるが下克上なるかどのあたりが知恵有利なのか一切わからない。いや有利あるでしょ花村将来的に。いやガンはないよガンはないそこは言い過ぎた。さあ走ってもらいたいよさあ 5B ガードマスク花村優里初期化してなんかしたいところなんかしないと援護士の方も終わらない。だから読まれるとこうなる。さあバフし画面始めたくそのバフから手つかして逃げる。さあ何とかの投げつかそれに手をぶつからしてからアーティン回収しないさあバフしてこれバフしてさあ無理やりさあロボットが着地して一瞬待ってからのロボットか暴れもう全ここはドラゴン使ってくるおすすめしないさあ道に見ていったがジャイアンが当たらず栄光感だったから立ち上がります。走ったら分割して本当に 150% ある花村何でもできる。さあ2としてこれはまだしないか何これこれは死ぬか。だから2個目がここだからギリ死なない。おばあたちから立ち入るしだがこれ食らってしまった。毒の成果はどうした花村ジライア置いときゃね。ノーリアルだよ。残しておけるからいいよ。ミエコばかり投げるのいける。おばあたちから AVR を狙ってきて波打ちはそこまでないが始まった最強だよ。ダメ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 から来ないでしょ。さあ、ミュートして、暴れ、ミュートで暴れ、ミュートでいいドラゴン引きしないさあ、読んでいたがちょっと遅かったここでバーストに切り返して起きない、ミュートに暴れ、ここでバースト使ってこのランドで殺していくいい、さあ、反転回避さあ、中間のペルスナム残り1個ペルスナブレイク何気にペルスナブレイクすると知恵をやることがないこの間に殺していきたいところさあ、ビッグに刺してこれは死んだでしょう。バッターは DT なんとかさあ、対象戦かなミツル花村